そうですね、まあ、強いメンバーでしたけど、それなりに結果出せましたし、まあ、来年につながるいいレースができたと思います。まあ、レース、ね、この秋使うごとに良くなってますし、調教の動きも良くなってますね。まあ、今回輸送もないので、まあ、しっかり仕上げれてますし、まあ、地元の方が一番走れるんじゃないかなという思いでいますね。まあ、去年はね、逃げて3着でしたけど、この1年でかなり力をつけてますし、まあ、去年とは違うパフォーマンスができるとは思います。そうですね、友の関節がしっかりしてきたのと、やっぱり精神的に馬に落ち着きが出たっていうのが一番だと思います。まあ、点の入りはややいつもよりはゆっくり目に入って、上がりをしっかり伸ばそうという感じで乗りましたけど、まあ、理想通りの追い切りができたと思います。まあ、別にずっと57キロで走ってますし、まあ、JRA の馬の方が筋量が重いんで、まあ、恵まれてるなと思います。まあ、あまり枠順にこだわりはないですけど、まあ、この2戦かなり点のスピード速いスピードでいってるんで、まあ、下手したら逃げるっていうのも一つの手だと思いますし、まあ、できれば逃げた馬の後ろにいて直線弾けてくれればと思いますね。まあ、今の園田、雨降ると結構パワーのいる馬場になりますけど、まあ、パワーはあるんであまり気にしてませんね。そうですね、まだ多分兵庫から NAR グランプリに選ばれた馬ってあまりいないと思うんで、まあ、ぜひともグランプリを取りたいと思います。そうですね、まあ、イグナイターとともに成長できた1年だったなと思います。来年は本当 G1 狙っていきたいんで、まあ、ここはぜひとも勝っておきたいですね。地方馬が勝ってないというレースですけど、まあ、ようやく重い扉を開けるかなと思います。頑張ります。